おまけのフィグマ、おまフィグマと。はい。さあ、本編に引き続き、フィギュアをいじってるんですけれども。だいぶね、練り消しで首をついで、首炎上すれば、こっちのファラオボディでも、首延長しました。多少違和感ないかも。ああ、いいじゃないですか。やっぱこれかな。これ可動域あるからね。考える人とコンビ組むんだったら、ファラオボディですね。ああ、はい、でもほら。できたよ。全能感ある。全能感あるポーズ。中村祐一のポ ーズ。ええ。いいじゃないでちょっとすか。別動画のネタですけど。なんか、すごい封印されて蘇ってきた感じですね。徐々に力を取り戻していくほどに体が人そう。間に近づいていく。こいつは使い方むずいっすよ。明らかに人間の体してないからね。腕細いの。ブクブク系だな。ブクちゃんがね、ブクちゃんの頭だけあってもキモいだけだからな。こいつをブクブとするかも。これ、帽子？これ、モアイの帽子？何これ？帽子ってあんの？帽子？これ。帽子ってあんの？帽子あるんって、モアイって。頭にかぶってた？しかも、乗せるだけの構造でシンプルだわ。できた。いや、馬場さんじゃん。いやジいャイアンや、ト馬場さんじゃん。これ命令を受け、お、磁石だこれ。 ピンっつってた。 磁石で止まんな。おお、いいね。終わりましょう。こいつシュールだな。絶景なり。絶景なり。絶景いなり。やー、地面埋まっとくんだったな。埋まっとくもんだな。こんな見れるんだったら埋まっとくもんだあそな。こに埋まりてえなって。挟まりてえなって。次の大地はあそこだな。見つけちまったよ。次の千年はここだなって。新大陸発見って言ってるかもしれない。どうしようもない親父っすね。 思いつくこと全てがもう。親父っぽいよね。いいね。ダービーでは体がたくましいからな、うまく使える気がするけど、あれ、俺の顔まだなまってるもんな。使ってみよう。よいしょ。おお、まだある。このポーズに、これ今、ポップじゃないですか。これちょっと今セリフを考えたんだけおど、どれにしようかなって言ってると。怖い怖い怖い 可愛いシ何も可愛くないわ。可愛さ一切消え去ったわ。確かにそういう細工野郎でしたよ、映画見たら。信じられないことの細工。練り消しあります。練り消し、塗る消しいっぱいある。この女の子が持ってるやつは一応水鉄砲っていう設定なんだ。水鉄砲なんですか。ウォーターボトルって書いてるわ。練り消しはたっぷり目につけた方がいろいろと遊びやすい。多すぎるな。あ、一応フィグマの髪型をちょっと強引に移植することもできるんだね。いやー、気持ち悪い。でもこういう人いるな。いなくはないな。一応こういうこともできる。90年代には結構いた気がするな。五条さんの髪借りるか。でも五条顔小さいんだよな。そう、アニメキャラだから。全然サイズ合わない。
こういう人いるわ。いるなあ。いる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 、こういう人いる。あ、でもまともじゃないな。うん、まとも。うん。そうだな。結局兄弟みたいなのしか生まれないんだよな、俺らがやるところ。兄弟。うん、ほら。同じものが2つになるだけ。兄弟しか生まれねえんだよ、これ。ベースが強すぎるんじゃない？そうですね。すべてがカジタになるから。なんかそのすべてが F になる。わかりました。2人乗りさせればちょうどいいか。うん、ああ、いいね。うん、ぶっ込みのタクにこんな二人組いませんでした。ちょっとわかんない。タクちゃんのピンチに駆けつけるタイプのヤバい二人。うん、双子。兄弟ではなかったの、親友同士みたいなのがいましたね。顔は似てない、うん。めちゃめちゃ喧嘩強いヤバい二人がいたんですよね。あ、いいね。悪夢やん、もう。その顔のやつがただいっぱい集まってくるだけの悪夢に過ぎない。あ、いやだから、あ、まあこれでもいいけど、今佐藤監督の映画みたい、これが出てくるんだったらもうこうやって、うん、どうだい僕の作った夢の世界は。なんかサイコマンティスみたい。メガテンにこういうポーズで出てくる悪魔いる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 よね。誰だっけな。いるよね、なんかこういうポーズの悪魔ね。サラスバティかな、うん、なんだろう、いたな。俺後ろの立てるやついるな、これ。これで立てましょうよ、うん、空中浮かせましょう。空中浮かせる、うん、こっちの方が長い。ようこそ悪夢の世界。うん、yeah. どの世界にも入ってくるのこいつ、うん、こいつ入ってくるよ。もう昔のなんか悪ふざけ系のアニメによくいましたよ、ね、毎回いるなんか変なボブみたいな。いいな、世界が固まってきたわ。いやー、色気が欲しいなー、やっぱ。ヒロインポジションがいないとね。二人乗りいいな、バイクの二人乗りは映えるな、うん、色違い、もう一色くらい欲しいな、うん、もう一色いたわ、これ。あ、真っ赤なやつ、真っ赤なやついたわ。これ戦隊ヒーローできんじゃね。あと、手足が4つのやつがいるけど、うん、おお、強い強い、そいつの方がいいかも、うん、はい、両面スクマみたいな。これいいな、やっぱこれケレン味がすごいな。どの顔つけようかな。うん、やっぱりこいつかな。あ、キモ。いや、これデッドスペースだ、これ、うん、敵ね、うん、カッターで撃たなきゃ。手足ぶっ飛ばさないと、あの電子カッターで吹き飛ばさないと。手足多分ぶっ飛ばさないと勝てないやつ、うん、あのボディ効かないやつね。そう、人間に寄生するやつ、うん、キモ。悪夢マシマシ。重いんだね。そう、こいつ手足が重いからすごいな。悪魔だらけや。ラスボス戦飛び越えて裏ボス戦ですよ、これ、うん、めちゃめちゃ高難易度ゲームの裏ボス戦みたいな状態になってます。すごいな、うん、
ちょっとモビルスーツみたいじゃないですか。タコザクみたいになってる。そのメガテン6に登場しないかな、こいつら。メガテン6に登場。次のメガテンには出てこないかな。あり得るかも。空中から襲いかかってくる。これムーマーで。うん、ムーマー。リリムキドリ。いいなぁ。中村さんの顔が増えたことにより遊びの幅が無限大になったぞ。わしゃがなチームこれでどんな世界にも行けるぞ。ひどいな。フィグマでもやっぱ面白いんだよな、遊んでると。面白いですね。鹿島表情エロいな。エッチな表情だな。迷い込んでしまった。顔を赤らめてるとちょうどいいですね。一応女の子いたわ。女の子いました。あ、起きた、うん、あーオルタ、うん、いいじゃないですか、うん、こんくらい強ければこの世界にいてもおかしくないでしょう、うん、どうしたら最終的にはヒーローチームになっちまうんだよな。ヒーローがある。ありますね。集合するとやっぱりこう限りなくヴィラン寄りのヒーローみたいな。そいつは何ができるの。リーダーかな。コンボイのポジションですね。リーダーなんだ。終わるか。終わりましょうか。満足いくまで遊んだ。満足いくまでやったな、うん、終わろう。またこれサムネかな、これ。女の子で釣るんじゃなかったの、うん、じゃあこバニーで雑にこれ目の前に配置しときゃ何とかなるでしょう、うん、絶景、絶景かな、絶景かな。サムネのやつを一番いじらないってことになる。お時間ですよ中村さん。はい、じゃあこんなとこで。これ見よがしに腕時計を見始めましたよ。終わりますよ。じゃあ、はい、お疲れ。お疲れ。